私たちのグループは放射能防御という旗印でインターネット上で全国で放射能被曝回避につながると考えて瓦礫焼却の反対運動をしてまいりました。で実際近隣では三重や京都などでは瓦礫の焼却が止まるという実績もあります。しかし残念ながら放射能汚染がほとんどない愛知よりこちら西では北九州と大阪市が瓦礫を本格的に燃やしてしまいました。でこの大阪市で何があったのかというのは記者さんたちも入れ替わりでご存じない方もおられるかと思いましたので年表を作ってみました。お手元の資料の表をご覧ください。ピンクでちょっとラインを引きましたが橋本市長が住民説明会で健康被害がどうするのだという市民の質問を受けたときに鼻血が出ても因果関係が証明できないから大丈夫だというようなことを言ったんです。で焼却を実施する前から橋本市長が鼻血というワードを使って、因果関係が説明できないのなら関係ないという立場を明示したということに私たちは大変驚きました。そしてその後瓦礫メンバーたちが次々と逮捕されるのですけども今まで政治活動をしたことのない一般女性を、手洗いやり方で、説明会会場で逮捕するということまでしています。こういった無理くりの中で行われたのが大阪瓦礫です。で瓦礫の中にはいろんな放射性物質や化学物質の存在 の可能性が否定できない中いろんな専門家たちの声を国内外から集めてそれを橋本市長に伝える作業をしてまいりました。けれども橋本さんはすべて無視して、強行しました。で汚染のないところに橋本氏の強い意志でもって行ったというのが大阪瓦礫だということを皆さん認識ください。で実は私は首都圏からの避難者で原発事故後橋本病が悪化して甲状腺がすごく腫れるというで数値が大変悪化してでそれで数ヶ月後に私もともと地元が大阪だったもんですから大阪に子供を連れて帰ってまいりました。で実は避難者の中で家族に健康の異変を感じて避難したということがすごく多いんですね。で避難者は大抵こういう体験をしているので瓦礫を焼却されるということは本当に怖くてその期間はとても警戒して暮らしていました。で体調異変の話なんですけども私たちの周りにも気のせいかもしれないけどという前置きをしながらアトピーがひどくなった喘息が子どもの喘息が収まっていたのにぶり返した、あとやっぱ鼻血が出たっていう話も私も実際聞いています。何が起きているかっていうのを想定しながら健康症状の取りまとめというのをどこかで行っておく必要があるのかなというのを認識していました。でそうした時にそれをしてくれたのが大阪おかんの会です。このグループのメンバーの方たちはこれまでそうした活動をしたことのない本当に一般の女性たち で今日は本当は来れたらよかったんですけども先ほどお話ししてたようにちょっと来るのが難しいということでお手紙をいただいてまいりました。3ページというのを出てきます。でここに大阪おかんの会の調査のまとめがございます。で、これは、焼却を始めた2013年2月以降4月19日までの集計結果で報告人数が800名近くそのうち97人の人約1割強の人が鼻血の症状を言っているということです。こういう形のデータにするにはもちろん個々のデータというのが存在してそれは多分瑕疵のような状態で存在しているはずなんですけども個人情報 の件もありましておかんの会から私たちには今回いただいておりません。
また地域別ですけれども、ほとんど大阪、そして対岸の兵庫で9割近くの訴えが来ているということです。でこういったデータはもちろん個人も一定以上特定できるとはいえ、お医者さんが面談して調査したようなデータではありません。このデータが万全であるとは思いませんけれども、しかしこうした声を無視していいということにはならないと思います。実際この途中経過を、大阪市会の民生保健委員で議会でも取り上げてもらっています。しかしこの内容についてすでに会見も開いて議会にも提出し、市長にも届けていまして、今回漫画に書かれたことで市長が今になってなぜあのように抗議をし法的措置までちらつかせるのか、その点において私たちは大変奇異に感じています。で漫画で鼻血というワードに今回皆さんとても反応しているようなので、ちょっと資料を示したいと思います。ヤブロコフ博士のチェルノブイリレポートなんですけども、これは岩波から出ているチェルノブイリ被害の全容という本と同じなんですが、この訳は私たち のグループのメンバーの人がしたものです。で呼吸器疾患の初期症状として鼻血が挙げられています。でその下なんですけども、広川氏がチェルノブイリの時に調査した資料なんですけども、2万人強にアンケートをしてどの地域でも鼻血を出た人が 20% いたということです。私たちはもうすでに3年くらいこの関連の話をずっと調べておりまして、記者さんたちと私たちの間で情報の格差というのが、情報の開きというのが非常にありすぎると感じています。でもちろんここでこのことですぐ因果関係があるということを断定したいわけではありません。ですけれども、こうやって起こってくる事象をこれから丁寧に汲み取っていくという作業をしていくのが大事であって、人々の訴える健康不調の話を鼻から無視すべきではないと思うのです。で先ほど私の甲状腺の話なんですけども、避難者の間で実は私も甲状腺機能が低下している、悪化した、初めて橋本病になった、しこりができた、子供になんか結節が見つかったという話、本当にたくさん聞くんですね。で私一人の話でしたら、まあ年齢のこともあるし、まあ、疲れもあったのかななんて済ましてしまうんですけども、こういうことがやっぱりこう数として聞こえてくるとですね、放射能なんかメタファーのように隠喩のようにこうちょっと浮かび上がってくるものがあるんじゃないかと思います。で放射能の健康被害というのはこのあとどんな形でどうなるかというのは実は誰にもわからないので、だからこそわからないことを最初から否定するのでなくて、わからないことを瓦礫を燃やした橋本市長が真っ先に否定してくるというのはおかしいことで、それは住民の健康を守る行政の在り方、市長の在り方として全く本末転倒なのではと思います。今回のこの大阪府大阪市の小学館に対する抗議文書、申し入れ文書というものがインターネット上で公開されてますし、もう皆さんすでにお読みのことだと思います。まあ、具体的には、簡単にまとめますと、作品中の記載を訂正せよ、表現の具体的根拠を示せ、対応次第では法的措置、つまり訴訟を起こすぞ、そういう内容ですね。でこの件に関してすごくちょっと法律家として懸念を抱いているのが、まずは記者の皆さんたち多分一番、通説に感じているとは思うんですけれども、国や自治体の施策に対する言論表現の自由との関係、そしてもう一つが住民、地方自治の本質って憲法92条で規定されて保障されているものがあるんですけれども、住民自身が自治体の施策に関わっていこうとする、そういう権利が保障されているのにかかわらず、それに対するなんかすごく強力な威嚇効果、萎縮効果をもたらしてしまうんじゃないかという、そういう点です。ひょっとしたらなんか、かなり放射能汚染の可能性があるような瓦礫を遠方から運んできて、一般の廃棄物と一緒に焼却してしまうという、そういうなんか前例のない施策を市が取ろうとしたときに、住民が自分たちの健康とか、すごい懸念を示すのは当然だと思うんですよ。
で、そして住民たちが自らの手でなんかインターネットを使って集めて実態を調べようと、まあ、そういう大阪の住民たちに対してあの今回大阪府はあの小学館との法的トラブルにあなたたちを巻き込むかもしれないよ、巻き込むぞ、まあ、そういうふうな、うん、あのアピールをなんかもう一般的にあの社会一般に向けて公表してしまった、うん、まあ、これがまああの住民自治、住民が自分たちの、 あの地域での生活、あの行政の施策に対して声を上げていく、それに対するなんか強力な威嚇効果を持つということはもう明らかだと思うんです。まあ、実際まああの大阪おかんの会の方たちはあのまあそれだけが理由ではないんでしょうけれども、今日もなんかあのちょっと怖がってこういう記者会見の場に出てくることをためらうような状況になっちゃっています。でそもそもなんかあのちょっと考えるんですけども、大阪市も大阪府もまあ抗議文で法的措置を講ずるなどとあえて言う必要はなかったわけですよ。これ、まあ、自分たちのまあ調査結果、あの測定結果に自信があるんでしたら、まあ、せっかく大井新聞問題でこれだけあの全国の関心が集まってるんでしたら、自分たちのやったことの正当性をデータも完全に明らかにして示していけばいい。そしてまあ小学館にまあ申し入れするにしても、うん、法的措置を取るなんて 言う必要はない。でここでまああえてそういうふうな文言を付け加えている理由っていうのを考えてみますと、一つはまあ自治体の施策を懸念して、まあ、それに反対するなんかの意見を述べようとする、そういう人、住民たちに対する恫喝ですね、威嚇、まあ、そういう声を上げさせないぞという。でもう一つは、うん、この大阪でのがれき焼却問題、それと健康被害の問題について、あのジャーナリストの方たち、まあ、出版社、新聞社の方たち、うん、取り上げ始めると、あの私たちは次々なんか法的措置を取りますよという、まあ、そういうなんかなんか、うん、明言はしたいんですけども、暗黙のなんかの威嚇をしていると、そういうふうにしか読めないようになっていると考えます。点だけちょっと脱足で、あの先ほどあの木村さんの方からも報告ありましたけども、大阪市長が鼻血と、まあ、がれき焼却の因果関係は、まあ、証明できないんだみたいなふうなことを言うてはったというのをちょっと聞いてびっくりしたんですけどね、うん、まあ、法律家としてまあ、依頼者がまあ 行政組織だったり、あのまあ企業だったりしたら、まあそういうふうな主張をするのはまあありかもしれません、弁護士としてなら、まあ、人としてどうかとは思います。ただ住民のなんか健康とか、ね、生命とかの安全を本来保障するために働くべきあの自治体の首長さんがこういうことを言ってたというのはちょっと極めて異様だと考えます。まあ、私からは以上です。この間 その抗議文に法的措置という文言が入ってたことについて、まあ、威嚇効果があるんじゃないかということをなんか弁護士さんがこう言い方したんですけども、まあもうそこは法的措置って入れてもあのやらないと僕は言ってるわけですしね、大新聞の漫画を漫画としてああいうふうに、ある意味ああいう記事が出たからこそ科学的な根拠はないってこともまたしっかりこれ言えてるわけだし、まあ、これは言論の自由でいいんじゃないですか、だから漫画として、まあ、通常の一個人がね、ネットで何か言うのとはやっぱり違って、小学館という大手の出版社から出る、言論なわけですから、まあ、それに対してはやっぱり行政も、まあ、貢献力として一定のそのそこの何て言うんですかね、権欲的なそういう意識も持ちながらね、まあ、ただ住民の皆さんの不安を解消するためにまあ一定の抗議を出して、で報道がこういう形で報道してですね、いろんな識者の見解が出て、最後国民の皆さんが判断するということでいいと思いますよ。だから美味しいもの作者はあのような考え方なんでしょう。でも我々としてはそれには根拠がないと、だから根拠があればきちっと対応しますよということを伝えさせてもらって、で実際に大阪市のもう、まあ、もう簡単あの端的に言えば焼却場の近くのこの花区に多いとかね、それら鼻血で困ってるとか体調不良を訴えているようなそういう事例はありませんと、その事実をはっきりと言わさせてもらいましたから、まあ、あとはあれ19日でしたっけ、あれ特集の何かあのビッグコミックで出るのは、まあ、そこできちっと整理をしてもらって、そういう主張の鼻血が出るという主張の人に対して科学的根拠がないという意見も出しながら、あとは判断してもらったらいいと思いますけどもね、大阪市においてはそういう、まあ、特にその焼却場近くにおいては美味しいもの作者が言われているような事実はありません。
まあ、ただそういう考え方があるというのはもうネットの中でもいろいろね話が出たとかそういう話はいろんなところでこれまで出ていました、これまでそういう話は至るところでされていましたので、ただ事実はないということです。場合によってはということでいろんなことがあって、まあ損害が出た場合には法的措置もありうるだろうということぐらいなんでね、ただまあ僕はそういうつもりはないということは言ってるわけですから、ね、